父親も母親も実家は広島なんですが、えー、当時は、えー、今の東京芸大今当時東京音楽学校のバイオリンの教授だったんですでところが戦争が激しくなったから疎開せざるを得ないそれまでにはドイツ留学直前だったんだけれど、えー、広島に帰ってきて。 で借家集まりをしてたところで現場にあってで母とそれから兄長,長男兄私と2歳上ですが4人の家族構成でした8月6日朝8時15分ですよねそのちょっと前に私は食事前でしたが。 ちょっとものすごくよく晴れた天気のいい日でしたでちょうどこれは空襲警報だったか警戒警報だったか、えー、た確かじゃないんですがどっちかそのサイレンが鳴ってるのを覚えでその頃はもうね飛行機が飛んできても鉄機が飛んできてもあまり空襲警報を出さなくなっててそれがちょうど空襲警報が解除されて あと私は家の中に入って朝食を始めたんですで茶豚台で4人か囲んで朝食をとろうとしてた私は茶碗を持って箸ここまで覚えてるんでですここまではっきり覚えてるんですが爆心地側のガラス洞に、えー、いわゆる真っ白い 黄色いというかもう光がピカッとしてそれでその瞬間、えー、吹き飛ばされたんだけれど意識がスーッと消えるのを今でも覚えてますあこれで死ぬのかななんていうことも今考えたことを覚えてるんですがそれっきり気を失ってところをその助けられたわけですが気を失って家がぶ潰れたもんですから。 針太い針の下敷きになって胸の上に梁が起こ,起こってきてそれで、えー、この気を失い満身、えー、創痍といいますか傷だらけになっているときに、えー、両親が引きずり出してくれて私以外3人はほとんど軽傷だったんですが私だけ閉じ込められてそれでやっとの思いで。 えー、瀕死の状態ですが、ね、息もできないぐらい苦しい、えー、状態そして助け出されて、えー、近くに、えー、転がってた上車だったと思うんですがうちのじゃないんですがそれに乗っけられて親戚に避難をするというところを覚えてるんですが、あのー、その途中に。 急に雨雨ががが、降りだして、それが黒い雨だったんですが真っ黒い、えー、重油みたいなあ雨で父親の顔が真っ、まあ、黒っこうなってるのをなんか目ちょっと記憶に残ってるんですけどねこれが、まあ、放射能を含んだ死の灰だったんだなという後で分かったんですが、えー、8月6日実は夏休みだけれど その日みんな小学,学校に出てこいという登校日だったんですよ。私も兄も、えー、ずる休みしたんですよ。ずる休みしたおかげで助かったといえば私学校行った人間はみんな潰れるって、えー、ほとんどしなくなったんじゃないかな。でそう思ってたらしばらくしてもう一人仲のいい友達が。 その子はオタク風でたまたま休んだとそれで助かったというねそういうあので兄と私はどうして二人とも、えー、その日学校行かないでずる休みしたかというと前の日晩にね、えー、もう戦争が激しくなってきたしこれからどうなるかわからないからと言って、えー、親 あの親戚を集まって、我が家でちょっとこのお別れ会みたいなね。そういうまあこれからもういつ会えるかわからないからと言って宴会やったんですよ、まあ。まあ、今のような立派な宴会じゃありませんが。それであのあれですね、えー、ガタガタしてたし、もうその翌日だったんですな。それで学校行かなかった。助かったというか。 学校に行った子たちはこ校潰れても燃えて大変なうちもあの被害あったけれど学校行ったらなおひどい目にやったんじゃないかとみんなほとんどの人が死んだとあとから知らされたからそういう意味で我がが家は曲がりなりにも4人生き残っていいるというまあそういうそ意味です場所はちょっと爆心地に近い方だったかなまあそんなに影響関係はないかもしれないけれどあの いいわゆる同級生はほとんどいないかなという感じですねですからまずその柱の下敷きになったために胸を打ったために急性六膜炎といって胸が結局六膜炎で呼吸が困難でもうほとんど呼吸できない状態でそれで、えー、その後それ以外にもうこう切り傷その他は当然ですね血だらけになっているところを。 それでですから、えー、気がなんてい,かないわゆるう寝ない、えー、起き上がることができ,できたのが1か月後ぐらいなのかとにかくずっと寝たっきりですから周りの惨状というのは目にする機会は非常に少なかったと思いますよねその間は。で その直接的な傷はそれですねその後放射線放射能による影響というのがこれがこれが長く続きましてね25歳ぐらいまで続いたんですが何かというと髪の毛は抜けますわねこれは割に早く復活したんですが、えー、いわゆるこの死斑といいますか放射能病といわれている皮下出血がですねしょっちゅう 体重にでできるんですね、まあ、特徴なんですが放射能それと同時に体のだるさこれはもう半端じゃないだるさに悩まされるという夏なななんか立っておられないような状態ですねそれと面白いのはその時にみんなが同じ境遇でしょう周りの人今みたいには格差が全然ないんですよ。 ですからみんなが同じ境遇になるとあまりその悲しみというよりはね、えー、そういうこの寂しさとか自分だけが不幸になると悲しみが強いですがみんなが不幸になっていると、うんね、これが普通だというふうな感覚なんですこれが当たり前なんだなって思ってるそういう意味で逆に今の格差社会というのは。 むしろ、えー、厳しいんじゃないか精神的には <laughs> という感じです。それと父親は、えー、そうですが、ねえー、それはあの外,外傷は全くないんですが直後に1週間ぐらい毎日のように連日親戚演者それから自分の恩師の安否を 気遣って探し歩いてちょうど爆心地近くをウロ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 したもんだから8月25日にえなんていうか外傷も何もないんですが腹膜炎で,えなでかお腹がこんなに膨れてですねえ狂い人にみたいに死にましたな私もそれは覚えてますけれど腹膜炎あの病名はね だけれど原因は直接的な原因はまさに放射能ということは 100%, 100間違いないことで、えー、結局爆心地を二次放射能でそれと黒い雨もあってますから私自身でさえ放射能の影響で、えー、体がだるいとか市販が出るという典型的な、えー、放射能の、えー、あれ影響を受けてそれが急激に爆心地の強い放射能で やられたから、からですね、内部被曝、えー、も外部株も両方やられてるんじゃないかと思いますね。だから分文化からに19日間で死んで,死んで、それまで何の,あの異常もなかった人ですよね。ですから、えー、あまりあのずっとその結婚するまで、えー、被爆者ということはひた隠しに隠してましたな。うん まあそういういい生活をしていましてまたがいですからあまり人にしゃべることがほとんどなかったというその体験をね被爆者というとレッテルを貼られるわけです。被被爆爆者、被爆者それから例えば満州から引き上げた人たちは、えー、引き上げ者引き上げ者といって詐欺詰まれですから結婚なんて到底無理だろうという感じだけれど幸いにしてそれを理解してくれる。 人と巡り合えたということもあるんでねあの今幸せにやってますけどですからあのことさら今でこそ別に被爆者ということを隠す必要なかったけれど大体よっぽどのことがない限り必要に迫られないと言わなかったですよね人に言うことはなかったとそういう状態で、えー、まああの いいろろ事実としてはね、見た事実としていろいろあるんですが例えばうん回復して街を歩いてもこの街を歩くともう臭くてしょうがないんですこれは死体が埋まってるから街を歩いても特有の死体の匂いをが覚えてますけどねそれから雨が降ると。 えーそのえー、いわゆるリンが燃えるんですかなポワーっとこの火の玉という人玉というよく言うでしょうブルーの,この青い火がずっとこう夜雨が降ったあとなんか特に夏にそういうのが見えてましたなこのいわゆる骨が燃えて骨の中のリンがあの酸化して燃えるんでしょうな、まあ、そういうこととかそのにいとそれから人が。 えー、背中をやけどしてそれに灰がたかってウジが湧いて、えー、ウジがうようよするそういうのを見たりね結局あれはうが海を取ってくれるからウジを取らなくていいわけですねそういう、えー、あれを見たりまあ、まあ、人様があこ,のこのいわゆる被爆者が見たようなことは大概見てるんですが直後のね 山上川に飛び込んだり水くれと言って叫んだりするそういうあれは目撃してないというかその私は瀕死の重症だったがゆえに目撃をしてないです。もう一つ覚えてるのは父親が亡くなった後、兄と二人を抱えてこれからは三人で生きていかなきゃいけないんだよと言ったのを兄も私も覚えてるんですがね。まあでその 今でもすごいなと思ったのは父親がそういう状態で苦しんでいる時に近所の人たちあのみんな大変な時にですね、えー、67人何人かは覚えてませんが父親を担架に乗っけて何キロかな五日市という病院市,市内は病院なんかもないですからずっとこの宮島に近い方の 西の方の病院の中に、えー、67人で担ぎ込んでくれた車も何にもない中をねよくそのことをしてくださったなと思って不思議なぐらい、えー、その後のことになるんですが3人で生きていくどうやって生きていったのかと母親があの娘時代に、えー、日本舞踊を 名取りというか習って、えー、そ,それでそのよく思いついたなと思うんですが広島の,この,この,、うん、その市内じゃなくて、えー、なか周辺のこの市ですね、えー、そこの原爆の影響を受けてない田舎。 いわゆる島根県とか岡山県とか山口県に比較的近い方の山の中の村や町にですねの娘さんたちに日本舞踊を教えに行って、えー、それでやっと何ていうかあの食べることができたというずっと1 0百歳まで1一歳で死んだんですが923歳まで生まで 日本舞踊の師匠をやってました、うん、それで食べさせてくれたもんだから、えー、学校とかなんか私の面倒とか兄の面倒っていうのはほとんどねあのそういう余裕ないですよねあ,あその中で、えー、それで叔父の世話になったり、えー、しながらあ、まあ、学校行ったりしてきたんですよね、えー 最近考えたのはやはり積極的に発信すべき時が来たかなという気はしますよね普通なら昔の私だったらこういうインタビューも冗談じゃないと言ってお断りするところでしたけれど今は心境が変わりましたんでね、うん、それは年でしょう、うん、あのそれはまあ83歳ですが83にもなれば。 人生の経験からいろんなことを見てきてるから、ね、別に隠すもんじゃないということは当然分かってるししかもあーまあ生き残りも少なくなったから語り部も少なくなってるらしいし今のこの世界の情勢第3次世界大戦なんていうのはね核戦争なんていうのは非常にこの、えー、怖い状態になってますよね。 時時計計ががあるじゃないいですか週末時計というのがこれはあのアメリカの科学者原子力原子物理学をやってる科学者が集まって、えー、いわゆるそういう時計第三次世界大戦核戦争まであと何分だと非常に差し迫っているということを これ行ったり来たりり来してるわけけですけどねというのは冷戦が終わった直後はずっとこう、ね、戻るわけですね。でソ連とアメリカのあるいは険悪になってくるとずっとこうなるとかそういう終 <laughs> 末時計というのがあるんですがねその終末時計から行くと。 危ないですよね、今。最初はソ連とアメリカしか核持ってなかったけれど今11カ国ですよ北朝鮮とかそういう可能性のあるところも含めると2カ国が11カ国になっている恐ろしいことですよね。でまたそれだけじゃなくて。 その危機が人、人類の危機というものがね核戦争だけじゃなくなくってきてきるでしょう20世紀の間は核,、うん核,うん、核兵器による、えー、被害というのが一番大きな問題だったけどそれも今でも一番大きな問題ではあるんだけどそれに加えて地球環境問題異常気象 それはもう勝るとも劣らないほどの危機ですよこれ現実地球,なんか地球がもう破壊されようとしている地球自身は壊れないけれど人類がもう終末のに近いような状態ですよねもうこの21世紀も20年経って文明そのものもが崩壊に近づいているという意識を持たなきゃいけないんだけれど今一番痛いいのは年寄りが若者のことを言うのは あんまり良くないんだけれど感性がどんどん鈍ってやしないかとそれは物と金に汚染されていわゆる精神性がどんどん失われていってるですからこの私がいくら何かを語ったとしてもそれを受け取る側が感性が劣化してたら意味ないですよねとそういうこの状態どんどんこの。 あの文明そのものによって人類そのものが終末に近づいてるというこの認識を持たなきゃいけない気が付いてる若者もぶ分出てきてる非常にい世界的にもねあのいい傾向であるけれど間に合わないよという早くしなければというのが私の,あの率直なあの感覚ですねうん。 悪だとえ無関心を、うん、何が無関心をも今は断絶の時代で今はだからもう自分のこの中に閉じこもってしまう傾向があるそして人がやってることに無関心でスマホでこうやってればこれに魂を抜かれたみたいにこう走ってしまう。 人に対する思いやりとか無関心というのが一番怖いんですよね。でとにかくあらゆることに関心を持ちそして自然と仲良くするということをやんなさいよというのが未来のメッセージです。それだけ 父が、えー、と陸軍の、えー、とよっ広島分隊っていうんでしょうかにあの配属されましてそして、まあ、それまでは普通のサラリーマンだったんですけどもあのそれで広島に行くことになってで、まあ、もう父母はもう本当に真面目な人ですから父が動けばみんな動くっていう家族中動くという感じで広島に 行ったんだと思います、まあ、私は見てるわけじゃないので全部聞いた話なんでございますけれども、まあえー、と隣組というのがあってあの隣組でその町へ買い出しにその7人か8人の隣組の,あの,があのメンバーが代わり番組にあの町へ買い出しに行ったらしいんですけどもちょうどその日がうちの母の,あの番で。 ところが私が40度の熱を出してあのちょっと23日前からおかしかったもんで隣の奥さんが代わりにあのそんな赤ちゃんがそんなあの、まあ、赤ちゃんつっ,っても2歳だからおんぶするのは重いしっていうあれですねそれであの代わりにあの私が行きましょうって言って行ってくださったんですね。でそれ,それがためにその方はもう行方不明ですしそれからまあ 私はあの本当に市街行かなくて済んだまあうちは市外から2キロ離れてたところらしいのであの、まあ、うちにいることであのそれもいろいろもう本当におかしいことばっかりがあの重なっているおかしいというか不思議というかあの父が、えー、軍隊であの、まあ、父はとにかくものすごく頑健な人なもんですから。 病気っていいうのをしたことがないと、がなおばあちゃんにもよくあのお父さんは「パパは全然病気したことないからね」っていうぐらいあの丈夫な人だったんですけどその日だけがたまたま熱を出してでたまたま熱を出したもんでそれが40度ぐらいあったらしいんですけれどもあの軍隊を休んでそれでうちの中で蚊帳をつって寝てた。 まあ熱があったからそうあの当然といえば当然なんですけどももうやっぱ母も今まではそんなことがなかったもんでびっくりしたみたいでそれでまあ母はちょうど父のご飯を作ろうと思ってそのえ地下室に潜って潜ってっいうか地下室に入ってそこに地下がいろんなものが置いてあったらしいんですけれどもあのその食料を取って。 なんか作ろうと思って私をその泣いてばっかりその熱のある赤ん坊を背負って地下室へ入ってってそれでそ,しその時にあの8時15分が来てということなんですね。で私も地下室にいたがために何にもそのまま借りてるし多分将校のうちだったっていうんで割と立派な家だったらしいんです借りてる家ですけども。 それだから本当に全くそのあの原爆が落ちたことが分からないぐらいだったみたいですね。でだけど父はもう蚊帳の,の中で寝てたんですけれども109 10カ所だか110カ所だかの,あのガラスが飛び散ってあのでそれが体に刺さってもう本当に蚊帳の,の中で寝てたのに蚊帳にいっぱい突き刺さって。 その中の中寝てた父にも突き刺さってそれだけで109か所とか110か所だったらしいんですでも体からこうしぶきがこう吹き上げるみたいにものすごかったって言ってました母がその血の吹き方がそれでも父はそ,のそれを全部ガラスの破片を取って抜いて大急ぎでそのもう吹,き吹いてる体が吹き上がっているあの状態のところへ軍服着てそしてまあ飛んでいって。 くともうその軍服がもう絞るほどボタ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 ってもう父が歩いていくの母は見てたらしいんですけどあの見送ってたらしいんですけどもうそのボタ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 っても歩いていくところがもう道路がもうあの血でボタボタ落ちてそしたら父は途中で防火水槽よそのうちの防火水槽にガシャブって入ってそしてまたあの。 さっき言ったっていうんですねでその防火水槽っていうのはもう年中ウフラが湧いててすごい汚い防火水槽だったって言ってましたけどねまあ洗ったつもり少しは洗ったつもりでしょうけども、まあ、体の中で血がベタベタになってたのかそこんとこは分かりませんけれども、まあ、何も破傷風にも何もならなかったのに今考えると不思議だなっていうぐらいなんですけれどもそれでそのまま軍隊へ走ってって自転車で走ってたって言ってましたね。 それであの、まあ、軍隊に行ったらその父はまあ将校だったもんでその朝礼が朝あるらしいんですけどあの毎日あるそこで朝礼で、えっと、将校っていうのは将位ですかね将位、ね、があの号令をかけるらしいんですよねあの朝の。 父がかけるのがその日高熱があったから休んでるので他の人がかけてそれで原爆が当たってその人は3日後に亡くなっただから父は本来自分は3日あの本当は3日後に死んでるというその代わりにその人が死ん亡くなったっていうの、まあ、それはもう父からは一度も何にもそういうあの話を聞いたことないんですけど全部母からなんですけれども。 私と母はあの燃えた家,家の中でどうしようと母は思ってたらしいんですけれどもそしたらまあ父が焼夷でいた時のそのてなうんですか下の人たちですか部下の人たちが年中うちに来てご飯を夕飯を食べてたと。まあ、だ本当に 七、八人は毎日来てたらしいんですね。で、それの食料のないときに、そのご飯を作って。まあ、あの、まあ、みんなを、そのねぎらってたっていうことは。それで、その、その中でよく来てた人が。その、私と母を迎えに来たらしい、あの。まあ、どうして、迎えに来たらしいんですね。それで、車で、くる、あの、来て、そして、母がい。 あのえっての、あの降りてきた人が、毎日来てる人だったっていうので。そして軍隊へ、あのなんか連れてってくださって、それで。食料には、まあ困らなかったみたいですね。それはもう原爆の落ちた日じゃないですか。軍隊の宿舎じゃないですか。宿舎だと思います。そこに、まあその方が連れてってくださって、それで。 その後の話は分かんないですけど何何どのぐらいいたのかあのもう本当は食料にすごく赤ん坊連れて母は,は困るところだったのをまあ助けられたっていう,、まあ、いうことですよね7人だったって聞いたような気がするんですけど7人隣組であの代わりバンクにその町へ買い出しに行くらしいんですね。 それ毎日行くのはみんなが大あの爆心地まで爆心地が都心ですからあの中心地ですから町のだからそこまでちょうど2キロだったっていうのは聞いてますのでだから2キロ毎日歩いていくっていうのは大変だからその当番ができてたんじゃないかと思いますね。でその当お当番で 7, 週、まあ、7人だったら1週間に1回ですかねまあよくわかりませんけれども。あの 広島市街があのいろいろ,いろいろなそのものも売ってたりいろんなことがあるところで2キロ離れたところっていうのはあんまりあの、まあ、田舎ななんじゃないでしょうかねねある意味、ねうん、母は結局それでも,ものすごく優しい人なんですねだからもう本当に申し訳なかったっていう自分たちが本当は行くべきところを行ってください。まあ私はもう あの母だからみんなそうやってやってくれたんじゃないかっていうぐらいもう,、ま、もうとにかく私の熱が下がるのを待ってて翌々日って言ってましたからもう背負私を背負ってその,その方を探しにあの帰ってきてらっしゃらないのであの探しに行ったらしいんですけど3日間行ったって言ってましたけど毎日一1日もあの10時間ぐらい探したらしいんですけども。 見つかからなっったて中心地へ行った時にもうその人たちっていうのはまともまな母がその、まあ、あの地下室にいたもんで怪我も何もしてないんですよねやけどもしてないし怪我もしてないで背負ってた私も別に普通のまんまそれがねもうねなんか申し訳なかったってもうみんながもう皮がむけて赤肌で。 そしてもうそこに肺が止まったりなんかしてそしてその皮がぶら下がってるんですってこの指先から。でそういう中でねなんか本当に何かまともでいる自分が申し訳なかったっていう気持ちででなんかもうなんか母のことをちゃんとまともに歩いてるのをやっぱりこう恨めしそうにこう妬ましく 見てるよ、見,た見られてるそんな感じもするぐらいだったってであの川川がねその何川って広島ではたくさん川があるので何川って聞いたか川べりはあのもうダビに伏してるもう死んだ人がいっぱいでそこにみんな灰がたかってもう夏だからもう腐っちゃうんでしょうねでそれをどん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 もしていくんだけども間に合わないんですって。 でもその匂いって本当にすごいって言ってました。まあそれであのどこもここもまあ水が欲しいんでまあ母な歩いてるとあの水道管が破裂してるらしいんですね。でその破裂している水道管のお水を私がガブガブお一朝一いち,おいちって飲んでたって <laughs> 今考えるとなんか。 ちょっっと問題あったんじゃないかって <laughs> だけどまあそんなことは全然おいしいって飲んでればよかったよかったって思って自分も一緒に飲んでたって言ってましたけれど <laughs> まあそんなで3日間母はその都心でその方を探したけど結局分からなくてであの。 今私がそれにちょっと書いて5年前に初めて、まあ、仕事を長いことやってた仕事を一段落した時があったのでその時にあの、まあ、広島の,あの被爆者の方たちが毎年毎年行くっていうのにあの私も行ってで、まあ、あの本当に。 まあ、なんて言ったお詫びでもないしなんて言ったらいいのか分かりませんけど、まあ、あの本当に「こんにちは私」があるのはその方のおかげだということの,、まあ、あのお礼を申し上げたいと思って行ったんですけどもどの人かも分からないしお墓もないしどうやって何も何も拝むところはあの大きなあの真ん中にありますよね広島の,あ,のあれで。 しかたないんだなって思ってあの、まあ、お墓も行ったんですけれども分からなくて。母はねその後ね私が1年生ぐらいから本当に1か月に1回は必ずその吐いてっていうのが4日間ぐらい続くことが 私が高校生ぐらいまでですから約16 17年続いいたと思いますでもそれは何をお医者さんをどんなに頼んでも何もしてもその苦しさっていうのはもう全部ゲー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 全部吐いちゃって何にも食べられなくてでもうどんどん痩せてって全然予定なしにそういうのがガーッと出てくるんですね突然。 ゲーゲーなっっててて頭が割れるように痛くてっていやそれはそうだったんじゃないかと思いますねやっぱり浴びた本当に浴びてるわけじゃないんですけど浴びたということなんじゃないかと思いますね。何しろ私が高3までだから1819、うん、だからやっぱり17年ぐらいやっぱおか,おかしかったですよね。うん 本当に、まあ、世界がつながっていくっていうことがやっぱり私は私たちがやるべきその原爆なんか落とされた国が一番になって叫ばなきゃいけないあのやっていかなきゃいけない温度取とっていかなきゃいけない国なんじゃないかなと思うんですね。だから原爆をを拒否今後ともそれをあの 否定するっていうことをまあそれは本当にもう二度としてはいけないことなするべきことではないんだっていうことをあの、まあ、人類のためにするそうなんだっていうことをやっぱりもっと唯一の被爆国なんだからそれを言ってほしいなと思います。そうじゃないいとと下手すると本当にに私たちの若い時に、えー、と映画がね うんとなんていう映画だったかな、えーと「原爆であの世界が全部消えていく」っていう映画があったんですけれども、えー、まあそれに近づいちゃう私なんかその映画を見て3回ぐらい見てあのすごくああそうだよなと思ったけどやっぱり本当に原爆っていうのはそんなに焼夷弾やなんかとは全く怖さが違ってって。も これからしかも50年前の原爆はああだったけど今度原爆を落としたらもっともっとひどいんじゃないかっていう感じもしますし感じっていうか多分そうだと思いますし原爆を世界から消,す、まあ、消していくっていうことが唯一の私たちの被爆者を含め日本国民の役目なんじゃないかなというふうには思っているんですけれどもね。